はい、じゃあですね、19時になりましたので、改めまして皆さんこんばんは、 ICD です。はい、今日もですね、モバサカシー500日記念ライブ配信ですね、やっていきたいと思います。あ、ワクマピーこんばんは。ワクマピー今日会ってますからね。はい、あ、マムシさんこんばんは。はい、今夜はですね、第2夜ということになりまして、今日もですね、フレンド対戦をしていきたい、いいでも早いな、始まったばっかですからね。はい、フレンド対戦していきたいと思いますんで、またですね、僕に勝利しますと、協会所属する協会メンバー全員にですね、10連スカウト券を、プレゼントさせていただければと思います。はい、でね、昨日新年一発目の配信だったんですけども、あ、ウィコンさん小さい星ありがとうございます。今日初めて来てくれた方もいるかと思いますので、あ、まずはどうぞと、落ち着けと、ありがとうございます、ゴー君さん。はい、なので、ま、改めましてね、明けましておめでとうございました。今年もね、よろしくお願いしますよ皆さん。はい、まあ、僕はね、ここにいるってことは首もつながったということになりますんで、はい、ちょっとね、まあ、今夜何勝ですかねと、何勝いきますかね、まあ、昨日2勝かな、2勝だったので、今日3勝目指してね、ちょっと頑張っていきたいと思いますけども、やべえ、4勝ってきたな。まあ、ちょっとね、状況を見ながら目標の方は修正していければと思います。一旦3勝でいいですかね、奥間 P 4勝かな、まあ、3勝でいきますかね、とりあえず。うん、はい、0勝でお願いしますと。いや、そんなことはないですよ、さすがにね。あ、全勝もないな、全勝ないなって言っちゃうとおかしいけど、全勝もないですね。うん、2勝ぐらいを出して頑張っていければと思います。はい、ないことはないか。そうですよね。やるからには全勝目指して頑張っていければなという感じですね。はい。で、今日ね、3勝必達と。お、なるほど。ここは要ちょっと協議ですね。あ、香港ピンの感謝のコメントも。はい。で、今日はね、代表戦もありますんでね。ちょっとこれを見つつね、代表戦までちょっと温めていければなと思います。はい、じゃあね、早速ですが、今日のね、対戦者を、お、サメさんツイートしてくれましたね。あ、そうですね、ちょっと対戦者の紹介の前に、配信をツイートしてくれた方の中からですね、抽選で1名様に、3000円のデジタルコードが当たるキャンペーンもやってますので、皆さんぜひツイートお願いします。昨日第1夜はですね、1万円だったんですけども、第2夜、第3夜はですね、緊急追加のためですね、ちょっと3000円となっておりますので、今日は3000円になります。はい、なので、画面のですね、ところに四角い矢印マークがあるかと思いますので、そこからですね、あ、ウィコンさん早速ありがとうございます。配信シェアの方ですね、配信のツイートをしていただければなと思います。1名の方にですね、3000円のデジタルコードが当たりますので、皆さんよろしくお願いします。はい、ということで早速ですね、対戦者の方を紹介していきたいと思います。はい、今日の対戦者はですね、まず1人目カオリッチさん、はい、で 2人目が、リアさんですね、はい、で3番目が、3人目が AC 戸田さんと、はい、で4番目が、赤い精密機械さん、はい、で5人目が、バイエルンフロンターレさん、で6人目が船橋イレブン2002さんと、で7人目が、これ西意識 FC でいいんですかね、西意識 FC さんと、で8人目が AC ブランさんという形で、今日はですね、この8人の方との対戦をしていければなと思います。はい、で、ルールの方はですね、昨日と変わらず、2倍速で行いますと。お、新庄さんこんにちは。昨日新庄さん対戦しましたからね。うん、あ、久保田さんもツイートありがとうございます。はい、今日もですね、昨日見てる方分かると思うんですけども、はい。あ、マムシさん、西意識 FC さんだったんですね。なるほど。じゃあ今日も、昨日見てくれましたからね、よろしくお願いします。お、レレレさん、レレレさん、昨日見てなかったですかね。今日初めてかもしれないですね。はい。ですかね。はい。レレさん、明けおめです。今年もね、よろしくお願いしますよ。はい。で、あ、そうだ、ルールの方か。ルールですね、2倍速で行いますと。
で1点先制した方が、勝ちとなります。なので、多少ね戦力差があってもですね、僕も勝てる可能性があるという、まあ、絶賛僕に優しいルールとなっております。あ、そうですよね、はい、悪読みです、よろしくお願いします。なんとか首つながりました、はい。なので、まあ、0対0の場合は、負け扱いとなりますので、10連スカウト券のプレゼントはなしとなります。1点先制した場合のみ、10連チケット、10連スカウト券となりますので、そこだけお気をつけください。はい、じゃあね早速対戦の方行ってみたいと思います。まずね1人目早速行ってみたいと思います。昨日がね2勝4敗でしたかね、だったんで今日は3勝目指して頑張りたいと思います。あ、ベンマルさんありがとうございます。伊藤、はい、1人目はですね赤い精密機械さん行ってみましょうか。赤い精密機械さん、赤い精密機械さん、会いましたね赤い精密機械さん、はい、赤い精密機械さん、戦力の方が、35万8千とで、所属協会の方が、秘密の小部屋となっております。はい、フォーメーションの方はですね、あ、そうですね、アンドレシューバーを入ってますね、うん、あ、ファンダイクいる、ヒミヒもいますね、うん、お、新潮さんありがとうございます。じゃあね今日1人目は赤い精密機械さん挑ませていただきます。はい、じゃあねよろしくお願いします。はい、じゃあせいちゃんよろしくお願いしますね。お、新潮さんがキャンディー送ってくれましたね。お、スイちゃんさん星ありがとうございます、よろしくお願いします。試合はね2倍速でやりますんで、あ、トークさんも来てくれましたね。さあ今日はですねコーチーニョを右サイドに配置してみました。さあ来ましたよ早速。おお、これはこれダメなやつですね。うん、まあ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 、ここのね攻撃を防げるかっていうところは結構ね大事になってきますね。1点先制ルールで強い相手とやる場合は。お、やばいぞ、危ない危ない危ない、いや、ここの攻撃防げたのがでかいですね。うん、あ、トラマさんこんにちは。さあジョルジアルパから抜け出して 10% か、これあえてちょっとニアの方に行くとどうなりますかね。はい、しっかりキャッチ。いやでもねなかなかこういい試合展開じゃないですか今のところ。さす、あー、これやばいやつ、あーっと、これ昨日もやられたやつですね。ちょっと対策が怠りました。ということでちょっとここら辺でスキップさせていただきましょうかね。はい、ということでせいちゃんさんこと、赤い精密機械さんおめでとうございます。あ、結果 6-0 大敗ですね。あ、そうですよね、昨日からちょっとこのパターンでやられてるんで、でこの大差ね、はい、おなじみの感じもしてきましたけども、はい、ということで、赤い精密機械さんおめでとうございます。協会の方がですね秘密の小部屋となりますので、秘密の小部屋の協会メンバーにもですね、10連スカートの方をプレゼントさせていただきます。はい、おめでとうございます。ちょ、せいちゃんさんでまたねよろしくお願いしますね。いやー、ちょっとなー1個目防げたところまではちょっと良かったんですけどね、昨日と違う感じだったんですけどね、やっぱ強かったですね。はい、じゃあね早速2人目いきましょうか。2人目は、船橋イレブン
2002さん行ってみましょうかね。いや多少のねばらまきもね、ばらまきって言っちゃうとあれですけど、多少のばらまきも必要ですから。あ、おこです。なおこはまだカタカナだからまだ怒ってないですね。まだ大丈夫です。はい、じゃあね、船橋イレブン2002さん行ってみましょうか。はい、戦力のが26万と、まあ、させいちゃんさんよりもね、10万ぐらいかな、低かったかな、低いですね。うん、これまだチャンスある方じゃないでしょうか。で、所属協会が豚骨ということで、フォーメーションの方もね3バックを引いてきてる感じですね。あ、コシルニーモリスとちょっと珍しい、あまり対戦してる方の中では見ない感じですかね。うん、ちょっとウィリアンがちょっといやらしいところにいますね、ここ。うん、じゃあね、ちょっと行ってみましょうかね。まあ、1点先制ですからね、多少の戦力差はひっくり返していきたいと思いますが、よしよしよし。この応援はどっちに向けられてるんですかね。僕ですかね、フナッシーさんですかね。ここのコーチーニが大事になってきますからね。あ、オンカンピーが応援してくれてる。あ、なるほどね。ブレイクスルーからの、あ、これ来たんじゃないですか。ついてじゃないよ、これ来たんじゃないですか。 70% 来てるでしょ。ダメか、 70% でダメか。いや、これもまだチャンスある。来い、よし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 、先制 ECD です。ということで、今日もねなかなか先がいいんじゃないでしょうか。1勝1敗となりました。これはどうでしょうか。よし、これは見なかったことにしましょう。スキップです。あ、負けるんだ結局 4-2。 あ、まあ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 、いい試合展開だったんじゃないでしょうか。あ、同点のところはね見てないことにしますので、はい、ということで、まあ、ルールに乗っ取るとですね、 ECD 先制ということで ECD 勝利となります。ちょっとね、フナッシーさん、船橋イレブン2002さん、ちょっと残念でしたとなります。あれ、このフナッシーさん今入手してくれた方、もしかしてこの船橋イレブンじゃないですか。ですよね、フナッシーさんですよね多分。フナッシーさん、ちょっと負けたところ申し訳ないんですけど、よろしくお願いします、今日の配信。はい、ということで、昨日も勝ってますからね、なんだかんだで。今日ね、3勝目標なんで、そのうちの1勝も取れたっていうのはね、幸先いいですね。はい。ちょっとフナッシーさんね、せっかく来てくれたんで、ちょっとまたね、やりたいなと思います。はい、じゃあ今のところ1勝1敗と、なかなか昨日に引き続きいい展開じゃないでしょうか。じゃあね。違う、今年じゃないですよ、今年3勝だっても達成してますよ、昨日と合わせれば。今日ね3勝ですから、3勝目標にやっていきますよ。で次は、じゃあ西意識さん行ってみましょうかね。はい、あ、なんだろう、今日はすごい落ち着けって言われてる、慌ててますかね、なんかちょっと。じゃあゆっくり行ってみましょうかね、ゆっくり落ち着いて。西意識さん、あ、いましたね。あれ、西意識さん、さっきいたけど、今いないのかな。あ、フナッシーさん来ました。あ、そうです、いますよね。はい、よろしくお願いします。はい、戦力の方がですね、これ、西意識 FC さんですね。はい。で、戦力の方が19万5千となります。僕の方がね、高い感じですね。あ、ただね、ちょっと、これは、なかなか奇抜なフォーメーションというか、これね昔僕も使ってたんですけど、はい、
で、所属教会の方がお祭りはしょいとなります。の賑やかそうな教会で楽しそうですね。抽選頼むと言われてますね。あ、馬鹿さんも、馬鹿さんじゃねえや、西式さんも首かかってんですね。頑張りましょう、お互い。まあ、これがね、あ、50人突破しましたね。まあ、これがね、ちょっと首をかけた戦いに僕はならないですけど、馬鹿さんの首がかかってるというところで。はい、じゃあね、よろしくお願いします。このユニフォーム紫と青で分かりづらくないのかな。え、首マッチなんですか。忖度プレイ。豚村さんこんにちは。あ、これやばいよ、頼む、まだ終わりたくない。いやー待って、早い早いな。え、ちょっと待って待って待って、いやもうちょっといい勝負できそうな気がしたんだけどな。マジですか、ちょっと悔しいから続けよう。あ、コメントやばいやばいやばい、押せないな。もう一回ドリブルしよう。あ、見えた見えた。ちょっとこれだけ皆さん見てってください。これが決まれば同点ってことで、首なしですね僕も。あ、よしよしよし、はい、決まりましたので、僕の首はなしとなります。はい、じゃあここでね、え、首なんすか、結局負けてる。結構点の取り合いが多いですねこの企画。え、大熊 P からえってきたな。はい、ということで、マムシさんじゃないや、西式 FC さん、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。ちょっとね早かったですね、点取るのが。もうちょっと待ってくれたら嬉しかったですね。はい、ということで勝利なので、マムシさんの教会はお祭りワッショイということで、お祭りワッショイの方にもですね、これ結構ドキドキしますよね。うん、はい、皆さんですね、10連スカウト券プレゼントしたいと思います。おめでとうございます。ちょっとマムシさんもう一回やりたいなこれ。いや、すげえ盛り上がってるじゃないですかマムシさん。あ、皆さんここはねちょっとね一回コメントを控えていただけると助かります。ちょっと罰が押せなくてですね、次に進めない感じになってますんで。未練たらたらは嫌われるよと。いやいやいやね、リベンジマッチ挑んで昨日負けた人もいますからね。いや、ちょっと早かったね、予想外に早かったですね。いやー、ちょっと勝ちたかったな今の、せっかく1点入ったのに。はい、ということで今、あ、そうですね、もう一回ちょっとお願いします、リベンジマッチの方。いやー、で今が1勝2敗となってますね。いや、ここなんとかイーブンで続けていきたいですね。で次行ってみましょうか。はい、じゃあ次はですね、カオリツさん行ってみたいと思います。カオリッチさんどこだ。あ、たくみさんこんにちは。カオリッチさんどこにいる。やっぱ皆さんカオリッチさん応援しますよね、それは。あれ、いないな。あれ、大熊 P まで、え、過ぎました。カオリッチさん、カオ、あ、いた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 。はい、お、カオリッチさんトップが光ってますね。あ、ゴーくんさん優しいんだよないつも、本当にありがとうございます。ゴーくんさんは僕の味方です。はい、じゃあね、カオリッチさん、うん、神バーティー来てましたね。はい、カオリッチさん戦力の方が、あ、そうか、そうですね、これちょっとオークマ P に行った方がいいかもしれないですね。エルナンデスの件は。はい、ガブシさん、戦力の方が17万6000と。
で、教会の方がカオリッジ、CR7 という形になってるもの、しっかりね、クリロナも入ってますね。じゃあね、この1点先制だとそうか、自分も戦力が高いけど、先制点で負けるっていう可能性もありますからね。ちょっとね、気を引き締めていきたいと思いますよ。あ、そうですね。さあ、カオリッチさん、よろしくお願いします。おっと、最初の一発目でこうシュートまで持っていけないとちょっと嫌な展開になりますよね。大きく振ってきましたね。当てた、よかったよかった。コーチーニョがここでスローイン受けるっていう、正確の日からの、お、あまり見ないパターンでこれ来たんじゃないですか、もしかして。キーパー寄ってってるけど、うおー、ダメか。74% だったのに。まあ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 、さあここの守備大事ですから、シュート打たれたくない。頼む。嘘。バティにやられましたね今。マジか。いやー悔しいな。そうっすよね、あっさりいかれてますねこれ。くそー、パティなら 20% でも決めてくるってことですね。悔しい場合はこう続けるっていう。入んじゃない。じゃあちょっとここら辺でスキップさせていただきますかね。くそーなんだ、幸先良かったのにな。いやー、カオリッチさんおめでとうございます。あ、2対1結構いい勝負、ということで、カオリッチさん勝利ですね。はい、というおめでとうございます。ということで、カオリッチ協会の皆様にもですね、ジュレンスカート券、プレゼントになりますね。そうなんですよ、シュート打つけど入らないんですよね。はい、ということで今4人目が終わりました。4人目が終わりまして、1勝3敗と。お、あゆさんが来てくれましたね。1勝3敗か。お、100人突破しました。皆さんありがとうございます。目指せ300人。負け越してるのがちょっとねあれですね。あ、そうですね、あゆさんさっき来てくれましたね。ジャンとかここから持ち返したいと思います。あと2勝、今日の目標は3勝ですからね。あと2勝です。はい、じゃあ、ね、早速次いきますか。次はじゃあね、リアさん行ってみましょうかね。あ、LIA ですね、リアさん。リアさん会いましたね。リアさん行ってみたいと思います。はい、戦力の方が29万5000で、所属協会がバルハラとなっております。フォーメーションの方は、ベーシックかな、まあ、4-3-3、まあ、4-5-1という形ですね。このルーニーがサイドにいるパターン、たまに対戦者の中では見ない感じですかね。うん、じゃあ早速行ってみたいと思います。ちょっとリアさんよろしくお願いします。なんとか勝ちたい。さあさあさあ、ここはドリブルしかないでしょう。はい、来ました、スラッカー。うん、これは厳しいな。あっブロックされたぞ。すげえタイミングいい。
まあ今のはねちょっと距離もありましたからね、うん、厳しかったんじゃなかろうかと。いや今すんごいいいタイミングでブロックしてきましたよね。あ、ベルディさんありがとうございます。あ、決まってるし早いな今日。くそー、なんか早いな、あっさりしてるな今日。いやーこのルール、あ、やばいやばいやばい、ダメだ、スキップします。くそー、 3-0 マジか。結局ダメ押し点取られて負けるっていうパターンですね。俺なんだろう、最初良かったんですけどね。くそー悔しいな。はい、ということでまあね、テンション低そうなんです今ね。最初良かったんですけどね、一勝一敗で進んで、その後ちょっと3連敗という形で、いやー悔しいな。まあね、リアさんおめでとうございますということで、協会の方がですねバルハラとなりますので、バルハラの皆さんには10連スカート券プレゼントとなります。おめでとうございます。くそー、すいません大熊 P、次は勝ってみせます。なんかこうもあっさりちょっと行かれちゃうと負けるのが仕事です。ちょっと嫌な仕事ですねこれは。こうもあっさりね取られちゃうとちょっとショックですよね。ありがとうございます。ちょっとね今日3勝目標ですから、あと何試合ですか、あと3試合、3試合のうち2勝しなければいけないという状況ですね今 ICD は。ということは、いや本当ですよね、皆さんもっと僕を慰めていただきたいですね。はい、ということで次行ってみましょうか。次はちょっとね目標に到達するためには勝利が必須な感じではありますけども、次はですね ACトダさん行ってみたいと思います。シンゴリラさんですね、 AC トダさん、 AC トダさん、あ、トロマさんいいこと言いますね。でもね勝ちたいですね、負けすぎて得るものがなくなってきてる気もしますからね。わかりましたね、 AC 戸田さん行ってみたいと思います。おっ、戦力が52万と、やばい、ここ勝たないとって言ったんですけど、これはなかなか厳しいんじゃないでしょうか。こんなにキラキラしたフォーメーション見たことないっすよ。マジか、ここに来て強敵がキラキラチームですね、すごい。これはしかもねこのセンターラインにしっかり揃えてるっていうところがねまたね一応ね試合はさせていただきますよ。あと先制点なんでね、勝ちはまだ分かんないですからこれ。はい、いやここであれですよね、逆に僕が1点取ったら盛り上がるんじゃないですか。そういう盛り上がりを期待して僕も行ってみたいと思います。はい、じゃあね、AC 戸田さんよろしくお願いします。まあ、ここまで戦力差広がれば負けたとしてもねまだねダメージは低いってもんですよ。あ、ぜひ欲しいっすね、欲しいっす奥間 P、 僕も勝ったら10連使うとけん。さあここ正念場ですね、負け受け負いに、いやーなかなかいいネーミングをつけますね。やばいやばい、これやばい、もう勝ったらくれるって、やったぜ、決まったよ、オークマ P がそんなこと言うから。いやー早かったな今回も。ちょっと待って待って、ここが決まったらなんかまだちょっとあれでしょ、
まだあるでしょう。うまくパスをつないでいきます。いやー、ここはコーチに行きたいけどな。もうスキップ押すボタンはできてます。はい、ここでスキップさせていただきます。はい、結果6-0と大敗ですね。これもまた、まあ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 、あ、お茶ありがとうございます。ちょっと試合終わったんでね、ちょっと水分補給しないと。まあこんなもんでしょう。この戦力差で言えば、うん、強すぎましたね。うん、そうですね。はい、ということで AC トトさん、なんかへこんでますね。うん、なんかへこんでます。まあそうですね、酒でも飲みながらね、ちょっとね、反省会をしたいな。まあ、戸田さん相手は仕方ない。まあ、そうですね。この戦力差はしょうがない。切り替えていきましょう。ということで、AC 戸田さん、おめでとうございます。ですね、協会の方が最強の集いということで、はい、最強の集いさん、協会にもですね、10連スカウト券プレゼントさせていただきます。おめでとうございます。いや、強かったなぁ。あ、ビールもう行きたい。もうビール行きたい。飲みながら試合したい。こんなこと言ったら怒られるかな。あ、まさみちさんが来てくれましたね。はい、ということで、このね、キラキラチームはなかなかお目にかかれないですからね。うん。いや、逆にね、見れてね、対戦できて光栄でしたよ、僕は。青汁お願いします。青汁は辛いな。飲んでんすか、新潮さん。罰が押せない、あ、押せましたね。はい、はい、ということで6人目終わりました。そう、切り替える、切り替えが大事です。はい、あ、ちょっとね、ショックが、こちらは絵文字がないのか、残念。あ、ちょっとね、ショック受けすぎてちょっと告知し忘れてたんですけど、はい、今日もですね、配信ツイートを拡散してくれるとですね、3000円のデジタルコードが1名様に当たるキャンペーンやってますので、はい、ぜひね、皆さん、画面のね、四角い矢印マークからですね、ツイートの方で行きますので、よろしくお願いします。でですね、ちょっと速報なんですけども、今ですね、大熊 P から青汁が渡されましたんで、これをね、ちょっと終わったら飲みたいと思います。本当の青汁が来ました、ここで。はい、というちょっと速報も入れつつですね、はい、次行ってみたいと思います。そうですよね。なんであるんだって話ですけどね。はい、じゃあね、あ、500リツイートもそうですね。はい、じゃあね、あと残り2人ですね。はい、2人、じゃあですね、次バイエルンフロンターレさん行ってみたいと思います。トラトラトラさんですね。え、あんな短い時間で買ってこれます。次はビールで、あ、ビールの方が全然助かりますね。あれ、これなんか箱開いてんだけど、今飲めってことかな。ちょっとまあ後で飲みます、青汁。はい、じゃあね、バイエルンフロンターレさん行ってみたいと思います。残り2人で、残り2勝しなきゃいけないですからね。勝利がね、絶対ですから。絶対勝ちますよ、ここは。あれ？バイエルンフロンターレさん、どこですか？バイエルンフロンターレさん。バイエルンなのか、フロンターレなのか。バイエルンフロンターレさん。バイエルンフロンターレさん。あ、いましたね、いましたね。はい。そうね。前向きに生きていきたいと思います。はい、バイエルンフロンターレさん、戦力26万。いや、いい感じじゃないでしょうか、戦力。ちょうどいいですね。うん。はい、で、所属協会の方が、これなんて言うんだ、アノーでいいですかね。はい、所属協会、アノーです。はい。アノーってなんかいいですね。ちょっと勢いが出る感じで。で、フォーメーションの方が3-4-3となっております。あ、ドワイト・ヨークがいるじゃないですか。あ、ウェルディさん。ネイティブでどこの部分だろう。
ドワイト・ヨークですかね。語尾を上げる感じかな。はい、行ってみたいと思います。バイエル・クロンターさん、よろしくお願いします。でしの読み方がね、分かんないですからね。あ、トーマスさん、そうですね。はい、ちょっと反省してください、トーマスさん。はい、じゃあね、7人目いきたいと思います。ここ、勝利絶対ですからね。なんだ、これは何だ？あ、俺が悪いのか。そうですね。ちょっと俺が、あ、ちょっとそんなことよりもスラックが出てますから。これは来てほしい。来たでしょ、これは。さすがに。73% だよ。来い。よし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 。来たよ。ついに勝利ゲットです。やったぜ。なんか嬉しい。あ、これは？よし、スキップ。はい、ということで、試合全体としては負けなんですけれども、ACD 先制ということで、ACD 勝利となります。ちょっとバイエルフロンターレさん、ちょっと残念でしたね。はい、やっぱコーチーノがやってくれましたよ。ということでですね、強化さんにはですね、ちょっと残念ながらジュレンスカート券プレゼントなしとなります。代わりに ACD がですね、ウォークマン P から10連もらえるかもしれませんので、じゃ、それでね、スカウト回したいと思います。じゃあね、バイエルンフロンターレさん、ありがとうございました。さあ、これで、最後の一人となっておりますが、今のところ戦績の方がですね、2勝5敗かな。はい、2勝5敗となっております。で、今日の目標がですね、3勝なので、あと1勝、最後の試合は絶対勝利となりますので、ここはですね、絶対に負けられない戦いと、今日ね、多分おそらくこの後の日本代表戦でも言われる絶対負けられない戦いというところに ECD も挑みたいと思います。さあ、こう、そうですね、これラストです。で、ラストはですね、AC ブランさんになりますね。はい、いや、絶対達成してみますよ、ここは。今いい流れ来てますからね。うん、いけるんじゃないでしょうか。はい、ちょ、身体をかけた戦いっていうとね、いろいろとなんかありますからね。いや、諦めてないですよ、全然諦めてないんで、試合は続きますよ。あれ、シーブラウンさんどこにいました、今。AC ブラウンさんいます。あ、いた。はい、AC ブラウンさんが、戦力32万8000と。はい、ブータンさんですね。はい、教会のがサムライブルーと。で、フォーメーション、5バック来ましたね。チアゴシューバー、キラキラしてますね。あ、ラッキー、これはあれですかね。僕へのハンデってことでいいですかね。ラキティッチ。しまった！コーチーニョを右サイドに置いてしまった。あれ、今から変えたらこれちょっとダメかな。ダメですかね。痛恨のミス、最後の最後に。しょうがないか、このまま行くか。このまま行ってみましょうかね。じゃあ、ちょっとこのまま行きたいと思います。最後の一人です。ここで勝てば、あ、そうですね、変えていいのかな。これでも変えちゃうと、なんかちょっと信念に反するというか、そんな気もしますが、ちょっと一旦このまま行ってみましょうかね。うん、さあ、よしよし、オフサイド。あれ、もしかしてこれ攻められないパターンかな。ちょっと待てよ。
いや、そんな最後の最後にこれはないだろう。いやー、早かったな、最後も。裏抜け出しましたよ。決まれ、決まんない。いやー、あっさりだったな、今日は。うん、そうですね、カエル以前の問題でしたね。コーチーノにボール渡ってすらいないですからね。その間にもう2点目ですからね。うん、くそー。ということでスキップさせていただきます。はい、ということで AC ブラウンさん勝利おめでとうございます。そうですね、2勝ということですね。はい、 AC ブラウン、いや、まだいるよ、まだいる、まだいるはず。はい、では AC ブラウンさん、勝利ということで、そうですね、目標の方は確か2勝だったと思いますので、今日も達成となります。はい、ですね、サムライブルーさんにはですね、なんだっけ、10連スカート券ですね、10連スカート券を、プレゼントさせていただきます。おめでとうございます。いや、最後あっさりしてたな、でも今日全体的にあっさりしてましたね。うん、いやー、ちょっとなー、こんだけあっさりしてるとな、ちょっと白ラーメンかぐらいのあっさりしてましたけども、ちょっとお腹減ってきましたね。いいとも早いっすよ、皆さん。ちょっと待ってください、まだ。違う。待ってください。もうちょっと喋らせて。僕もね、頑張ってるんですよ。この間ね、ちょっとブッフォンをね、ようやく手に入れまして、ブッフォンを育ててるんですけども、ちょっとまだね、スタメンには登場できないという感じですので、ちょっとね、あ、まあそうですね、僕も地道に、青汁はね、ちょっとこの後飲ませていただきますけども、あ、お茶なのか、まあこれは青汁と捉えてももういいですね。うん、はい、ということで本日の試合が全部、終了しましたと。で、8戦しまして結果の方が2勝6敗となりました。昨日と同じですかね、成績の方は。あ、大熊ピートやってよと。なるほど。ちょっとでも大熊ピーはな、強そうだからな。青汁イコール経験値か。青汁飲んで経験を詰めと。なかなかなことを言ってきますね。皆さんちょっとビールとかをいただけると僕は嬉しいんですけども。はい、ということで、今日はね、あ、青汁という、あの、うまい。今日はですね、2勝6敗となりました。で、今日の方はですね、あ、隊長さんビールありがとうございます。今日の方はですね、試合終了したんですけども、また明日もですね、第3夜、何すか今の、コップに入ったやつ。はい、明日もですね、第3夜、やりますんで、皆さんまたね、見てきてください。で、明日はですね、ついに大熊 P 登場となります。大熊 P がですね、フレンド対戦をしていきますので、またね、ちょっとね、違う戦いが見れるんじゃないかなと思いますので、皆さんちょっと明日もね、楽しみにしていただければと思います。明日ね、3夜対3夜となりますので、はい、またよろしくお願いします。じゃあね、今日また皆さん代表戦もありますんで、まあ、ちょっと代表戦もね、皆さんで一緒に見つつですね、明日の配信も楽しみにしていただければと思います。今日ね、日本が勝ったら1位通過ですかね。うん、っていう感じなので。はい。じゃあね、お疲れ様でした、皆さん。あゆさん、ありがとうございます。はい、ということで、明日もですね、見てくれるかな？はい、いただきました。いいとも、いいとも。はい、いいとも。いいとも。皆さん、本当に明日も来てくださいね。はい、明日は大熊 P が登場しますんで、はい、ゴーくんさんもよろしくお願いします。あやさんもよろしくお願いします。そうそう、明日ちょっとね、僕もどんな試合展開になるのかね、ちょっと楽しみですけどね。あ、大熊 P コメントしてくれましたね。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。